こんにちは、りょうです。今日はりょうの老若会議が今日はりょうの能力開花シリーズ念じれば私の欲しいものが当たるという企画で、前回はガチャガチャを5回回しました。で、5回のうち最後の1回だけ私が欲しいと念じたこのチャッキーがチャッキーを当てることができました。今回は私が念じたらこのサドンデスソースを飲まなくて済むというのに挑戦していきたいと思います。で、今日は数を減らして2択、1個はトマトジュースだけ入れます。で、もう1個はこのトマトジュースにサドンデスソースを加えたサドンデス入りソース入りサドンデスソース入りサドンデスソース入りトマトジュースを当てないように飲んでいきたいと思います。では実証やるぞ。では今から準備していきたいと思います。まずはサドンデスソースを、入れていきます。ではこれにトマトジュースをなみなみ入れていきます。こっちは普通にトマトジュースを、これでちょっと周りについちゃったんで、ちょっと混ぜて、サドンデストマトソース、あ、サドンデスソースこれは見た目に分かっちゃうと困るので、私はこのいつもの目隠しをつけて挑戦していきます。では今から私は目隠しをするのでシャッフルしてもらおうと思います。ね、できたということなので、私は今から選んでいきます。
どっちにするか。では私は皆様から向かって左、私の右側を取っていきます。こっちですね。では一気に飲んでいきたいと思います。こちらいきますね。いきます。一気飲み。匂いがなんか普通のトマトジュースじゃない。怖いな怖いな、すっごい怖い。いくぜ。いきます。残ったけどごめんなさい、許してください。ファイナルちょっと似てる。飲むときに当たるからかな。なんかここで居心地ここに結構残っちゃってる。冷たい感じです。あのファイナルより全然マシですね。やっぱファイナルはあれも本当ファイナルですね。ああ、いらぬか。今回はサドンデスソースの方を引いてしまいました。かなり今胃がやばいです。私のパワーはまだまだ、私の能力はまだまだパワー不足だということが今日また分かったので、これからも能力開花年力開花シリーズ量の能力開花シリーズまたやっていきたいと思います。やりすぎなぐらいやるぞ。
ちゃった。あ、ギルギル、ギルギル言ってる、胃が。やるぞ。